アジスバイパス、山口県山口市アジスアジスバイパスは、山口県山口市アジスから同県宇部市東際に至る道路である。かつて、国道1 9 5号は旧アジス町の中心集落であるアジス地区を通過していた。この区間は、宇部市とその東部方面を結ぶ幹線道路として、交通量が増大していた上に、歩道のない二車線道路であったことや、 踏切を2度交差することから頻繁に交通渋滞が発生し、交通安全上の問題も生じていた。アジス駅を中心とした沿線地域では市街化が進展しており、言動の拡幅は用地保障費等の増大が想定されたことから、JR 上部線の西側にアジス地区の市街地を迂回する形でバイパス道路が建設された。 1976年12月に全線開通し、現在では、旧道の通過交通のほとんどが、バイパス側に移行している。開通後、バイパス沿線には、サンパークアジスやハイパーモールメルクスウベといった、ショッピングセンターをはじめ、ロードサイド店舗が多く立地していった一方で、生活道路となった、旧道沿線の市街地には、開通前と大きな変化は見られず、旧来の市街地が、 ほぼ更新されることなく残存している。全線には立って2車線であるが、アジス中学校前交差点付近等は4、車線規格で建設されている。2014年現在、バイパス区間の拡幅計画はないが、事実上山口上道路が、東バイパスのさらに外側を回するバイパスとしての、機能を果たしている。この路線は、一般的な道路地図において、 バイパス名が記載されていることは少ない。地元住民はアジスバイパスあるいは単にバイパスと呼ぶ場合もある。ABCDEFG50 年の歩み、ありがとうございます。